中学生の遺書の書き方を教えてほしいと。なぜ中学生のあなたが遺書を書くのかが知りたいです。え？知りたいから。そうか。まあ遺書だからね。遺書と一緒に行くみたいなね。まあそれはさておいて、遺書の書き方をそんなに知りたいなら、教えてあげましょう。まず、紙と筆ペンを用意してください。そして、紙に筆ペンを当てて、遺書という漢字を書く。これで完成。遺書の書き方でした。え？意味が違う。内容が知りたいと。内容なんて一緒。うん。内容なんて一緒。まあ適当に書いておきなさい。